失礼いたします私アドバイザーとして2年間で7回春日学園を訪問させていただきました春日学園の取り組み先ほど学校の方からたくさんの実践事例で紹介されたんですけれどもそれが全体としてどういう意味可能性を持っているのかということを解説させて私の務めとしたいと思います春日学園のホームページに行くとまあこんなような下りがありましてどこよりも早く明日の教育に 出会える学園にという先生方の願いいが語られています先ほどのいろんな実践これ横浜国立大学の野中先生の図式に位置づけていくと学校がこれまでの我が国の学校の教室でよく見られていたような授業それが非常に効率的にまた効果的に営まれるそういう側面と ちょっと見たことないぞというような新しいイノベーティブな様素を呈しているものと両方あったと思うんですよねつまりだんだん新しいい学びの姿っていうの姿とうううをたくさんん見せるるようになっていると思うんです例えばえ詳しくは説明する時間ないんですけど2年生と6年生が合同で学び合っているという音楽の授業を昨年11月に見せていただきました。 あるいはこれは二年生四年生支援学級の子どもたちが筑波スタイル化という思考力と育むことに特化した教科を特区として筑波全体で持たれているわけですけどそれに取り組んでいる様子ですもはや学年の壁というのがある意味なくなっているところがありますこれ先ほど説明あったかと思うんですけど小学校三年生の社会科の学習なんだけど 一般的には地域の学びですけれども佐賀の地域の商店街の様子とクロスさせてより深まった商店街の在り方についての学び共同学習をここでは繰り広げている様子私目にいたしましたもう学びのパートナーが今度は空間を越えて遠い地方になっているという様子ですあるいはこれ先ほどもご紹介ありましたけれども 恥ずかしいなと言いながらねビデオでコンテンツを作られてたんですけれども家庭学習の学びと授業中の学びというのが連動するあるいは逆転するという取り組みをしておられるわけですよね。このほかにももっと時間あればいろいろ語りたいんですけれども新しい指導法新しいカリキュラムその学ぶ様子のアクティブラーニングだけじゃなくてカリキュラムマネジメントを伴っていると。 いう点において春日学園のイノベーションは進展しているというふうに思いますそれを支えた一つの要因というのはまあこの図でいうここにあたるんですけれども先ほどの授業の様子として学校外の人材に協力していただいているというご説明あったかと思うんですけどそれは先生方の学びにも同じことが言えますえ、そもそも特別研究指定校になるということは アドバイザーを勝手に、ね、派遣されてもしかしたら私で嫌がられてたかもしれませんけれどもあの外の香りを手にするということが自動的にですね行われますし公開というのも義務付けられていますから先ほど一つの成果として語られたと思うんです。春日学園は他にもたくさんんこのような、な、ね、いろんな 外のアイデアだとかあるいはエネルギーを学校に持ち込むことで先ほど言ったようなイノベーションに火をつけている活性化しているという点においてやはりここも開かれた学校づくりというような新しい学校像をマネジメント面でも体現しているというふうに思いますただ最後にこれ春日学園の授業研究会の様子ですけどこれを見ると 昔と変わらない先生方の事業づくりに関する熱意それが多分根本となって先ほど言ったようなイノベーションが繰り広げられているという見方もやっぱりできるんですね。すなわちどこよりも確かに伝統昔のから変わらぬ先生方の事業研究熱あるいは校内研修を尊ぶ精神それが 受け継がれている学校という側面がある。これにも私は目を向けたいというふうに思います。以上で私の解説を終わります。